ちは。ハローレストランの時間です。サンフランシスコホークストリートにいます。ここに必ずベイエリアのトップレストランの一つに挙げられているフレンチ料理のお店があります。見た目も美しく飾られた一皿一皿のメニューにオーナーシェフの情熱が感じられます。今回のハローレストランはこちらフレンチクイジーンラフォリをご紹介いたします。すでにさまざまなレストランが軒を連ねていた20年前のサンフランシスコに新たなフレンチレストランをオープンする自分たちの無謀さとチャレンジ精神を皮肉り、クレイジネスを意味するフランス語を店名にしたレストラン、ラフォリ。長年にわたりサンフランシスコ特有のさまざまな国の料理に影響を受け、他とは違う独自のフランス料理のスタイルを確立してきたこのレストラン。フランス人オーナーシェフによる盛り付けの細部にまでこだわったその芸術的な料理の数々は、どれも繊細でエキゾチックなものばかりで、今ではサンフランシスコのトップレストランに常時挙げられるほどの高い人気を誇っています。I think what's the most important thing is the ingredients. It's to shop for the best. It's to look for the best ingredients. Then it's a fish or meat or vegetables. It's to look at what's the best on the market. And then after that, it's to transform it, but to keep it really simple, to keep it really pure. It's very important to me. Then again, the customers, when they finish having their experience, then they say,Oh my gosh, you know, we really, you know, love those flavors, you know, it was beautiful to look at, but it was also very, you know, flavorful. このラフォリが今回紹介する料理、まず一品目はカニを使ったサラダ。 I'm going to mix my crab with a little bit of the pineapple, olive oil vinaigrette. I'm going to add a little bit of pineapple to it.I'm going to add a little bit of the microgreens, a little bit of the crab vinaigrette, a little bit of pepper, and salt. So here we are with a crab salad. We have the panna cotta on a plate. I'm going to place a few more of the diced pineapple on the plate. さらにレタスとキャビアをきれいに飾ってカニのサラダを盛り付け、クラッカーを添え仕上げます。これがダンジネスクラブサラダ。パイナップルの風味が口いっぱいに広がるクラブサラダは、カニの旨味を上品に引き立たせたとても爽やかな味わいで、ココナッツとパイナップルの風味のパンナコッタでまろやかさも加わり、食感もユニーク。プチプチとしたキャビアのコクのある味わいが全体にリッチなアクセントを添える、盛り付けも美しい、とても繊細な仕上がりの一品です。続いてはうずらとひなばたを使った一品。 It's a boneless breast of squab, boneless quail. What I'm doing, I've seared the breast of squab slightly just on the skin side. You see it's not cooked, it's still raw.And I'm going to put the squab inside the quail, and in between I'm going to stuff it with wild mushrooms. So here I have matsutake, chanterelles, some different mushrooms. And then after I stuff the squab, I'm going to cross the legs like this. 次にこのひなばととキノコを詰めたうずらをリボン状にしたジャガイモで巻き、たっぷりのすましバターできつね色になるまで焼きます。中まで火が通ったらスライスしてソテーした野菜などと皿に盛り付け、ソースとトリュフを添え仕上げたのがロティオブクエール&スクワブ。とても淡白であっさりとしたうずらにリッチな味わいのひなばとを合わせた、一度に2種類の違った味と食感が楽しめるこの一品。さまざまなキノコの芳醇な風味が肉のうまみを香りよく引き立て、周りのじゃがいものカリカリと香ばしい風味とも実によく合う、ふんだんにのせられたトリュフの上品な香りで高級感漂う仕上がりの一品です。最後はデザート。これからエダムチーズスフレを作ります。
で、イングリディエントですが、まずベースとしてペストリークリームを作ります。こちらがエクヨークですね。これにお砂糖を加えます。で、よく混ぜますね。そしてこの中にフラワーですねを加えてしっかりと混ぜます。そしてここに沸騰したミルクを入れていって、またそれをポットの中に全部戻しまして、そして中火から強火で沸騰するまで生地を煮ます。クリームがふつふつとしてきたら火から下ろし、溶かしたチーズと合わせ、さらにメレンゲを混ぜ合わせ、器に流し入れます。これを350度のオーブンで湯煎にかけ仕上げたのがエダムチーズスフレ。口に入れた瞬間ふわっととろける、その滑らかな口当たりがたまらないこのチーズスフレ。口いっぱいに広がるチーズの香りとコクのある味わいに、上にトッピングされたカリカリのベーコンの塩加減が絶妙なアクセントを添える。サイドに添えられたチーズシャーベットの冷たさが温かいスフレにとてもよく合うシェフシグネチャーデザートです。さらにラフォリではフランス、カリフォルニア産を中心としたワインの種類も豊富。食事に合わせてお好みのワインが楽しめます。ラフォリは日曜定休、2316ポークストリートサンフランシスコ。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTV ハローレストラン、今回はラフォリをご紹介しました。